いたことがあるような気が、これが、会場の心斎橋クラブと、はいはい、これは去年の、今年もですか？はい、今年もニューバージョンチャイナ風スペード。今年はスカートじゃないんですね。はい、なんだこれ。ファックスです。マックスに対抗してファックス。誰と誰と誰なんだかさ。長屋選手、里村、レフリーの伊藤、松本ですね。これはスペードと同じようなメンバーですね。うわ歌ってないですね、さすがにこれ。はい、ここまで踊りが入るとちょっと歌までは。なんですか。誰がピアノ弾いてるんですか？は佐藤ですね。なんだ。出し物ですね。何のゲームですか？これは洗濯ばさみをどれだけ挟めるか、はあ、ちょっと SM チックなあれですね。昔テレビジョッキーという番組でこういうのやってましたが、うわこれ選手がやられてるんですか？とお客さん、これステッキですね。あんまり変わってないっていう話もありますけどね。顔の面白さを。これは誰ですか？上松。これなんか似た人いますよ、こういう。クイズなんですか、これ。まあ一番面白いから。はい、面白さを競うゲームで。悪いか。これは大声測るんですか、これ。いや面白いこと言いつつ。面白いこと言いつつこう大声を。誰ですか、さっきのコンバットトヨタさんですか？なんて突っ込んでいいんだか分かりませんね。お相手はいらっしゃるんですか？おお。この関西人の起点ですかね。そういった人ですかね、わかんないですね。鼻くそ。大丈夫かよ。寒いですね。ちょっと寒いですね。下ネタ飛ばして寒いというか、かなり辛いですね。最近ここでしか聞けないですよね、ちゃんとした歌って。なんすかこれ。これは薫選手、石井里奈、広田さくら、植松によるバレーですね。どこがバレーなのこれの。アートの世界だそうです。これなんすか？あ、これはモーニング息子です。ぶち切れました。この時私は何と言っていいんだか。いやもう楽しかったですね。ずっとこういうのやりたかったんですよ。まあなんとなくね、ブリーフブラザーズとかああいうのになんか基本線は似てるような気がしますけど。うわこれはみんなでダンシングタイムですね。歌うまいですね。ありがとうございます。なんすかこれ。おい、松本が TM に似てるということで、はあ、あれは風を演じてます。風を演じてます。誰ですか、真ん中の。ひろたです。ビビアンスー。へそは出さない方がいいっすね、この人は。一応この人、歌を真似してるんですよ。ほう。何やってる。伊藤レフリー、こういう時になると活躍しますね。もう一回ファックスですか。はい、ファックスというのは出るというのを僕聞いてたんですよ。はい、そうですね。だからどっちの綴りになるのかなって、ね、場合によってはちょっと泣かせないんじゃないかと思ってたんです。これもちょっとテレビギリギリですね。でも本当にね、これ衛星波だからいいですけど、地上波は無理ですね、もうここまで来ると。年末また楽しみにしてましょう。東京であります、今度。はい。